ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデスベンツ E200 カブリオレスポーツ2018年式6000キロこちらの車両をご紹介させていただきます。で今回はちょっと前回の GT 比較が割とこう、はいはい、ご好評いただきまして、はい、ということで、はい、今回もちょっと比較してみようかなと、はい、で今回この E クラスのカブリオレ僕調べたんですけど、複雑っすね。なんかこうバリエーションが、そうですね、意外にちょっとその目立たない存在になれてはいるんですけど、意外にまあその分いろいろ事情がありますね、はい、で前期後期も違いがありますし、はい、また AMG というの存在もあるじゃないですか、はいはい、なんでちょっと今回ギュギュッと絞って前期型、はい、で AMG をちょっと除くちょっと比較でいきたいと思います。そうですね、はいはい、で、僕中古車サイト見たら前期の、200と400がほとんどなんですね今、はい、で台数もすごく少ない、はい、でおそらく中古車市場で探されている方もどっちかになるんじゃないかな、うんうんということで今回は前期型の200と400に絞ってちょっとご紹介させていただければなと思います、はいはい、で今回ご紹介させていただくのが200のスポーツということなんですけど、はい、これを紹介する前に絶対触れなきゃいけないグレードあると思うんですけど、はいはい、それがスポーツじゃない E200 の方ですよね。そうですね、笑ってしまいましたね。まあまあまあそれね、はい、これを検討していろいろ調べた方だったら分かると思います。ちょっと私が吹いてしまった内容は、ね、衝撃の内容ですよね、はい、っていうのはこのスポーツっていうのは割とこう外観もこう AMG、はいはい、ラインが入ったりとか、はいまあ、あと内装も充実してたりっていうグレードなんですけど、はい、200の方がすごいんですよね、はいはい、幻ですね、はいはい、見たことあります、小島さん。いやでもカプリはないですけど他のグレードでは見たことあるかもしれないですね、はい、もう極限まであれパーツというか装備がついてないんですね。素です、はい、まあ、簡単に言うとこうステアリングの調整も手動、はい、シートも手動、はい、内装に至ってはこうダッシュボードとかが、はい、アルティコのレザーじゃなくて、はい、ビニールのこう合皮のタイプということで、はい、だからもうちょっとこうマニアックなグレードかなっていうふうに、そうですね、はい、だから僕逆にすごくそこにヨーロッパ感を感じてしまいました。ヨーロッパって本当に何もないのは何もないのあるじゃないですか。そうですね、はい、どうしてもう日本だとメルセデスってこう高級車のイメージなんで、はいはいはい、全部ついててっていう感じじゃないですか、はい、そこにちょっとヨーロッパ感を感じて、ちょっと欲しいなとか思っちゃったんですけど、はい、今回ちょっとそれを除いといて、はい、スポーツと400のフォーマチックでご紹介させていただきたいと思います、はい、で今回ちょっと内容複雑なんで僕メモを取ってきたんでちょっとメモを見ながら、はい、私もこれ、はいはい、ちょっとカンペ2人で見ましょう。カンペで見てね、複雑なんで、はいはい、で200と400のフォーマチック、はい、これの価格差が、200スポーツの方が2018年式なんですけど、804万円で400のフォーマチックの方が1113万円ということで、だいたい価格差が309万円ということで、はい、この9万円309万円の中身を何か、うん、今回ちょっと見ていきたいと思います。あそこをね、そこを置いてる感じですね。そうです、はい、で買いはどっちなのか、はい、はい、で今回この車は買いなのかどうなのか、はい、ちょっと最後ジャッジしたいと思います。ジャッジします、はいはい、でまず外観に関しては基本的に200も400も買わないんですよね。そうですね、スポーツは買わないです、はい、で先ほどちょっと触れた幻のグレード、はい、E200 に関してはちょっとバンパーの衣装が違ったりとかするんですけど、はいはい、そうですね、はい、この200スポーツとか400もマチックに関してはこのスポーツになるんで AMG ラインのバンパーになってて、あとはグリルなんかは前期後期でちょっと違いがあったりしますけど、今のだとこういう、はい、広場一体こういうラインになってるんですけど、これはこっちの形はこういうつり上がってるラインで、これ中身も違うんですよね。中身違います、はい、そしてライトの衣装ものちょっと違うんで、まあ、その辺は好みかもしれないですけど、うん、グリル単体で言えば僕ちょっと前期の方がかっこいいかななんて思っちゃったりなんかしたり、ね、まあ、この辺はよく言う前期から後期仕様っていうのはもうほぼ無理に近い仕様になります、ね。まあ、やったとしても総特価なんで、総特価ものすごいお金がかかるっていう。まあまあ後期買った方がいいんじゃないかなというところです、ね。ちょっと話が脱線しちゃいましたけど、はいはい、こんな感じの前回りになってございます。はい、続きまして横に回りまして、はい、でコイルの方が19インチ標準装備ってことで、これはちょっとまた話戻っちゃいますけど、はい、200だとここも18インチだったりとか、はい、もう完全にこう限界まで削ぎ落とされてるんですけど、そうですね、まあ、スポーツを買っとけば、はい、まあ、19インチが標準だと、はい、でサイズが245/40、リアが275/35/19ということで、はい、まあ、この辺はちょっとこう比較の話じゃないですけど、うん、僕はちょっと触りたいなと思っちゃいました。触りたい、はい、いじりたい、いじりたい、はい、ちょっと出すか、はい、もしくはちょっと20インチぐらいまで、はい、
だとタイヤがランフラットなんですね、はい、ちょっとそこはあの乗り味結構影響してくるかなと、うん、でも最近のランフラット後で乗ってもらえばいいんですけどどうですかっていう聞きたくなるぐらいよくはなってると思います、はい、あのめちゃくちゃ進化してるんですよね。進化しました。昔みたいにめちゃくちゃ重くて、はい、こうゴツゴツしててっていう感じではないんですけど、やっぱりちょっとラジアルに比較、はい、比べると、はい、まあ、ちょっとラジアルにはやっぱりかなわないかなと、うん、結構パンク修理キットなんかも今優秀なのがありますから、うん、僕はちょっとこうぜひ触るのをお勧めしたいと思います、はい、で足元もう一点400、200で大きな点といえばエアサスかバネサスかっていうことなんですね、はい、でこれがあの GT みたいにオプションで変更できないんですよね、はい、できないです。もう200はバネサス、バネサス、はい、で400はエアサス、はい、固定なんですよ、はい、なんせ価格差が300万円なんで。そうですね、はいはい、まあ、こんな感じの足元になってまあでもここはね本当に後でちょっと乗っていただければツッチの感想で分かりました。よろしいかと思います、はい、ちょっと素直に、はい、ちょっと正直にいきたい正直でね、はい、でブレーキなんかももう大きいものついてます、はい、前後ベンチになるんで、はい、まあ、その辺はやっぱりいいクラスですからベースが。そうですね。で今回ちょっとご紹介させていただいたのがいいカブリオレじゃないですか、はい、これ C とどうなのっていう、うん、C 株でいいんじゃないですかっていう話も、うん、ちょっと下見で誰か言ってたじゃないですか、うんうん、誰か、はい、誰かね、はい、ただここって結構大きいところだと思うんですよね僕、うん、で C ってやっぱりこう、うん、一番 ベースというかこうスタンダードな立ち位置であるんで、うん、やっぱりこう小島さんおっしゃってたように、うん、その安全性の部分だったりだとか、うん、まあ、あとその車 その質感の部分の重厚感とか、うん、ってなってくるとやっぱりちょっと E の方がワンランク上なのかなっていう、うん、でこう車内の空間も、はい、いや当然その大人4人常に乗る車じゃないですけど、うんうん、やっぱりそこのゆとりの空間だったりとか、はいはい、ちょっと S クーペまで行くと大きいんだよなっていう方に対しては、うん、非常にこうベストなグレードというか、うん、じゃないかなと思うんですよね、と思いますよ、はいはい、なんて言ったってあの名車124カブリオレの、はい、こう後継というか、そうですね、そこから続くこう E のカブリオレじゃないですか、はいはいはい、ここはハマる方はだから今時代もあるんじゃないですか、タイミングモデル の例えば C が例えば新しいカブリオが出てきたらもしかしたらそっちの方が良くなってくるかもしれないですし、今のなんか旬というか流れとしてそのあとは乗る方の使い方にもよるとは思うんですけど、あ、そうですね、はい、はい、まあ、使い方とか年齢層とか、うん、でもやっぱり出た時っていらねえじゃんって言われてたんですよ、やっぱり。あ、なんでいい株なの出すのみたいな感じもあったんですけど、まあ、それは多分まあ、今現状もそうですし乗っていただいてもそうですし、まあその意見は覆せる内容だと思います。どうすか、はい、まあ、確かにこう前回もそうですけど、はい、あのちょうどいいのか中途半端なのか確かにど真ん中ですからね。 そうなんです。そこはちょっとこれから乗ってみたいと思います、はい、であとはやっぱりこのスタイリングじゃないですか、はい、メルセデスってどうしてもこうクーペセダンここがこう、はい、ウィンドウがこうシュンってなってるんで、はい、カブリオレになるとこう途端にこう、はい、ちょっとこうスタイリングが良い。そうですね、はいはい、いいっていうか、まあ、ここのラインが好きな人もいると思うんですけど、なんかこうラグジュアリーな感じがよりこう屋根が開くと強調されるというか、うん、あとモールというかここのこれがちょっとだいぶ太くなるんですよね、クーペよりか。あ、ここね、ここね、はい、ここですね、はい、結構これで印象違いますよね、はいはい、であとは後ろに回っていきましょうか、はい、まあ、衣装の違いなんかも前期後期であったりするんですけど、うん、はい、こんな感じのリア回りになって、そしてマフラーなんかはこれちゃんと出てるやつですよね、はいはい、最近出てないのも少なくないですから、某メーカーの某 SUV とか、はいはい、こうマフラーカッターかと思いきやここ塞がってる車とかあるじゃないですか。 E クラスに関してはちゃんと抜けててマフラー出てる、はい、そしてディフューザー形状のこのリアバンパーだと、はいはい、そしてあと200、400で違いで言うとこの足で開けるやつが、はいはい、200だとついてない。ついてないです。でこれオプションでもつけられないと。つけられないですね、はい、ここ必須って方はいらっしゃらないと思うんですけど、うん、まあ、ここはちょっとキャラクターとして出てるかなと、うん、はい、こんな感じのリア周りになっております、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいんですけど、その前にちょっと屋根閉めたんで、はいはい、屋根もちょっとご紹介させていただいて、はい、こんな感じになっております。で屋根が4色あるんですけれども、はい、今回の場合はダークレッド、うん、はい、よくないですか。かっこいいです、はい、で他にも、まあ、茶色とか黒とかいろいろありますけど、はい、結構これマニアックというか、うん、割と少数派じゃないですか。多分少数派じゃないですかね、はい、でも、まあ、ボディシルバーにこの色っていいと思いますけどね。ちょっとおしゃれですよ、はいはい、こんな感じのルーフになっております、はい、そしてじゃあトランク開けてみたいと思います。で今ルーフ閉じてるんで、はい、まあ、マックス使える状態の容量ですよね、はい、こんな感じのトランクになっております。今回はちょっとゴルフバッグ入れるまでもないかなと、うん、正直やっぱりこう屋根がしまう分、うん、
トランクの容量は、まあ、全然ないと言っても過言でない、はい、こうしてもらうと、はい、この状態で屋根が閉まっていればこの上の部分を使えるということですね、はい、ゴルフボックいけます？斜めだったらいけますよ。入れてみようよ、ちょっと入れてみます。じゃあ入らなそうですけど、ちょっとゴルフバッグチャレンジを。ゴルフバッグ、ゴルフバッグというかこれぐらいの大きい荷物を入るかどうか、はい、あ、そうですね。そうです、はい、あのゴルフバッグは無理です。やっぱりゴルフバッグは無理ですけど、例えば旅行に行かれて、はい、ボストンバッグとかね、そういうこれ大きいバッグとか、はい、そうですね。サイズ感が伝わればサイズ感で見てください。はい、はい、これもこれしかないんで、多分クラブを刺したら無理です、はいはい、高さも全然ないんで、でこれがあれですよね、このこれ上がってる状態でこれってことですもんね。そうです、ね、この状態だと屋根が畳めないんで、はい、そうですよね。だこの状態でいくとあれなので、屋根ももし畳むんであればこの状態じゃないとダメ、ね、この状態じゃないとダメなので、この状態だとちょっときついですね。ですよね、はい、大きさ的には。だ現実的にこう屋根開け閉めで使えるのはもうここのスペースだけなんで、まあ、ボストンバッグ2個って感じですかね。あとこの下が、はい、コンテナがしまわれてるだけで、はい、収納は特にないと、はいはい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。内装がめちゃめちゃ重要じゃないですか、はいはい、200と400で本来であればかなり大きく違うところ、はい、先に読ませていただくと、はい、まず本来であればアルティコとダイナミカのコンビのシートになるんですけれども、今回の車はオプションパッケージが入っているということで本革になっていると、はい、で400だと最初から本革、はいはい、ここが結構違うところかと、はい、あとトリムだったりだとかダッシュステアリングに関しては基本的に200も400も同じということ で、はい、であと細かいところで言うとエアスカーフが、200の場合オプションだったりだとか400の場合標準だったりだとか、はい、で今回の場合はレザーパッケージが入ってるんで、レザーパッケージに全部それが入ってるんですよね。全部入ってます。ブルメスターも入ってるし、はい、エアバランスも入ってるし、はいはい、そしてシートも本革になるということで、はい、だから限りなくこう400に近い装備内装になると、ね、でただちょっとそこを超えられない壁としては、はい、400だとシートの方がちょっともっと豪華になって、まあ、ベンチレーションがついたり、はい、マルチコントロールのシートバックがついたり、サイドボールスターアジャストがついたり、リラクゼーション機能がついたりとか、はいはい、よりこうシートがこうめちゃくちゃ快適になってるのが400と400です、はいはい、これビジュアル的なもので、はい、同じところまでは一応200のパッケージでも持っていけると、はい、そうですね。でやっぱりこれいいですね、本革のシート、はい、全然違いますね。でも200を選ぶんだったらこのパッケージを絶対選んでください。絶対ついてるべきですね。絶対ついてます、はい、でこのパッケージが、そんなに高くないんですよね。60万ぐらい、49万5千円です、はい、パッケージの方が49万5千円ということで、はい、まあ、まあまあな金額ですけど、まあ、車両全体で言ったらそんなに高くないんで、絶対これをついてるのを選んだ方がいいかなって僕は思いました、はいはい、でこれ選ばないとシートがこのダッシュと同じ素材ですもんね、はいはい、これはやっぱりちょっと全然高級感が違うというか、絶対必須のオプションかな。必須ですね、はい、覚えます。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。であと僕小島さん思ったんですけど、はい、これドアめちゃめちゃ重くないですか。重たいですね。圧倒的に C クラスよりこう、はい、ドア重たいし重厚感あるし、重厚感ありますよね。でかくないですか。でかいです、うん、ドアさすがに S クーペとまではいかないですけど、はい、あのかなりこう、うん、大きさを感じます。で重厚感に関してはどっちかというと S クーペに近いぐらいの、はい、いい面もあり、駐車場問題でやっぱりちょっと出入りっていうのはちょっと確認していただいた方がいいかもしれないですね。なんでこの辺の質感重厚感を求める方はやっぱりここでも違いがいろいろ出てくるかなと。で細かいところで言うとこのスカーフプレートも400になるとイルミスカーフになるということ、はい、ここはまあ正直どっちでもいいとは思っちゃいました。ちょっと乗ってみたいと思います。今回はちょっと距離浅ということで内装のコンディションも抜群でございます。うわ、シートめっちゃ柔らかいですね。柔らかいですね、はい、めっちゃ柔らかいっす。めちゃめちゃモーモーじゃないですか。そうですね、はい、ちょっとびっくりしました。これ座面もこのサイドも背中も超柔らかいです。そしてこのすべすべの本革なんで質感最高です、うん、そして、はい、それ座った瞬間にシート E の差を感じますよ、はい、ああ、うん、そこっすね。そこ、はい、確かに C クラスにはない質感と座り心地、そうそうそう、サイズ感、はい、確かにここはちょっと大きいですね。大きいですね。そしてステアリングはもう定番と言っても過言でない。ただ上と下このすべすべのレザーでこのパンチングはやっぱりいいです、うん、そしてこの辺
はい、操作関係ついててパドルも小ぶり、まあ、この辺は他のモデルにも共通しているところなんでちょっと省いちゃいたいと思います。でメーターもこの辺も他のモデル共通の 12.3 かな 12.5 かな、まあ、約12インチのツインディスプレイ、このつながってるタイプですね。ちょっとかけちゃいましょう、はい、約12インチのディスプレイがこんなつながった感じ。これもいいですよね。ちょっと飛ばしちゃいましょうか。もう、ま、もう安定のね安定のところですからね、はいはい、こんな感じで、はい、操作系が全部できちゃうと。あとインテリアのこのトリムが、うん、200スポーツ以上になると、うん、このアッシュウッドの、はいはい、オープンフィニッシュのトリムになるんで、まあ、非常に高級感もあって、だからこのここだけ見てるともうクラス分かんないですよね。分かんないです、分かんないです、はい、もうちょっとかなり高級感を感じます、はい、そしてエアコンの吹き出しも今時な、はい、E クラスはこのちょっとかっこいいデザインの吹き出しになってると。そしてあとこの辺もいいですかね、飛ばしちゃって、そうですね、そこもね、はい、クライメート関係とドリンクホルダー&小物入れ、はい、そしてこっちにパフュームアトマイザーと、はい、ETC がついてると、はい、でこれ200になるとアルミとピアノブラックになるんで、うん、そこでもかなり違うんですよね。そうですね、はい、そしてコマンダーとだと、グローボックス、あれグローボックス、はい、こんな感じで割と深さもあって USB が2系統で、あと SD カードが入るようになってます。でこれが屋根の開け閉めですね、はい、こっち閉めちゃいました。そして屋根を開けるとこれが一応50キロまで作動して開閉に20秒かかるルーフになってございます。今時だともっと早いルーフありますけど十分ですよね。十分です、はい、もうこれサンルーフじゃ得られないこの超開放感最高でございます。開けていただいたので、はい、じゃあ小島さんそのまま後ろに乗りますか。で当然の倒すとこの前に行くシートで、はい、ここはね、はい、エアバランスのモーターが入ってますけどね。エアスカーフですよね、はい、あ、はい、そうエアスカーフね。いかがでしょうか。あ、これないの、これね、ないんですね。欲しいな、はい、確かに。ただ背中の角度こそ直角ですけど、うん、柔らかくないですか、うん、さっき僕後ろだけは乗ったんですよ、うん、直角ですけど柔らかい。座面も背中も柔らかいんですよ。柔らかい。だから贅沢言うともうちょっとこう背中の角度なだらかな方がいいなと思いましたけど、うん、大人が普通に座れますよね。座れる、はい、うん、ちょっと閉めてもらって、はい、閉めましょうか。じゃあまあ快適ではね。あ、ここやらなくていい、開けてる時やるといいかな。ちょっと後でやりましょう、はい、そして閉めると。でまたメルセデスのカブレオレいいのが、うん、単純にこう雨風しのぐホロじゃないんですよね。もう本当にクーペに近い3レイヤーの3層構造のルーフなんで、はい、ルームランプついてるんですよ。本当にクーペと変わらないですよね、はい、この静粛性だったりだとか、うん、何が起きたんですか。さすがにスイッチはついてないなと思って、はいはい、そのフロントで合わせて静粛性だったりもそうですし、はい、まあ、あと振動なんかにもかなり強い、うん、丈夫なホロになってると。頭の上、私身長170弱ですけど、はい、まあ、足元、うん、まあまあ大丈夫です。そんなに超タイトっていう感じではないです。タイトではないですね。まあ、あえて言うならばやっぱり欲しかったな、はい、ここアームレストが欲しかったな、はい、長距離はきついですね、はい、そしてリアに関してはエアコンが吹き出しだけ、うん、ありますね、はい、一応ついてるんですね、はい、当然ながら調整だったりとかっていうのはない、うん、僕でもやっぱりこのブルメスターのこの後ろ、まあ、どのメーカーもそう、はい、どのグレードもそうですけど、はい、ここまでやっぱりちゃんと演出するのが好きですね、はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 2000cc、 正確には 1991cc、はい、の直四ターボ、はい、でこれが縦置きになってるんですよね、はい、でこれいろんな車に本当に流用されてて、うん、まあ、メルセデスの、180から300まで、でバリエーションもいろいろあって156馬力から211馬力、はい、でこれがメルセデスの枠を超えて日産のスカイラインにも、はい、積んであったりするみたいです。だからそのぐらい信頼性とちょっとこう安定の、ね、はい、エンジンですね。エンジンみたいです、はい、でこれ横置きのバリエーションもあるんですよね、うん、ありますね。でこれは縦置きのタイプみたいです。でこれに組み合わせるミッションの方が急速オート、
これちょっと乗ってみたいと思います。でこれが後期になると300になるんですよね。なります。はい、で、空いた200のポジションに 1.5 リッターのマイルドハイブリッドが入ってくる、はい、だからその辺がまたややこしいですよね。そうそうそう、はい、ちょっとこれはこれでまた安定感になる、はい、まあね、車乗っていただくのが一番なんで、そうですね、はいはい、ちょっとこれはこの後乗ってみたいと思います。はい、続いて先頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。続いてルーフの開閉も見てみたいと思います。お願いします。金が語りかけます。高い、高すぎる。輸入車買取はボンドカーズ、輸入車買取はボンドカーズ。いや、そう、装備良すぎじゃないですか。はい、シートヒーターついて、エアスカーフついて。エアスカーフ、ね、エアスカーフ超いいっすよね、これ。今私つけてますけど、はい、すげえいいですよ。最高です。前もね、ついてる車は多分動画で紹介したと思いますけど、気持ちいい。部分的にここがファーって、はい、これはちょっとご来店いただければ、はい、エアスカーフだけ体験できますから、うん、できます。はい、お気軽にお申し付けくださいませ、はい、じゃあいきますか。肩とね、はい、背中痛めてるんで最高ですよ。本当ですか。私今回ちょっと正直に言っていいですか。はい、全部装備一覧を調べまして、はいはい、スポーツじゃない E200 が欲しくなってしまいました。だってすごくないですかこれ。さっきまで話したのも全然覆した感じだね。手動っすよ、ハンドルシート手動っすよ、うん、ペダルに立ったゴムですよ、うん、それ珍しいから欲しくなって欲しい。いや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 、なんかもうヨーロッパみたいでいいじゃないですか。もうエンブレムの、うん、グレードのエンブレムとか全部剥がして、うんうん、洗車とかしないで、うん、アウトバーンに走ってそうな感じで乗りたいです、うん、今回はもういきなりオープンで出発ですね。はい、そうですね。ちょっと途中で一回閉めましょう。で一番の違い、その、まあ、肉四駆は多分街乗りレベルだとそんなに、はいはい、わあ肉での方が楽しいなとか、うん、あ四駆の安定感すごいなって多分ないと思うんですよ、うん、ガッて踏んだ時とかはだいぶ違ったりすると思うんですけど、うん、あとこれからの時期、うん、まあ、雪降ったりとかして、うん、その辺になってくると四駆のありがたさあると思うんですけど、あと大きな違いといえばバネサスかエアサスか、うんうん、まあ、エアサスが本当のところは欲しいところです僕は、うん、いや、うん、前の動画でも話したけど、はい、そんなに気にしなんなんないんですか。本当ですか。
まあ、もともと車の方向がコンフォートなんで、うんうん、乗り心地全然いいですよ。いいんだよ、全然いいっすよ。さっき言ったそのランフラットっていうことを考えても全然いいの、はい、あ、そっか、ランフラットだったっすね、これ、うん、忘れてました。いいのよ、これ。いや、全然いいっすね。いいんですよ。全然いいっすねって言うとすげえなんか嫌なやつみたいな感じですよ。いやいやいや、でも、はい、その期待値よりかは全然いいですよ。そうですね。僕はあの、なんでこんなに自信を持ってお勧めできるかっていうと、はい、以前お客様のオーダー車で、はい、いい200カブリオレを横浜の業者さんから買って、はい、あの乗ってきてよって言われたの、ちょっと試しに。あ、そうなんですか。そうそう、それで横浜から高速乗って埼玉まで乗せてもらったことが、はい、乗らせてもらったことがあって、僕も正直乗る前までは、あ、200でしょって、まあ、別に変な話じゃないですよ、まあ、200だなって思って乗ってたんですけど、高速乗って帰ってきた瞬間にもう大満足ですね。うん、もうそもそも E クラスがもう、そう、出来が良すぎる。出来いいですもんね、うん、そう、それのカブリオレですよ、うん、だってドイツってめちゃめちゃカブリオレ大国なんですよね、うん、ちょっと熱くなってくるぐらい熱くなってきた。いや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 、本当にそれぐらいあったかいですよ、うん、首、ね、そして乗り味は、うん、あ、ちょっとこの突き上げの時はバネ感感じますね、うん、ブルンブルンみたいな、うん、はい、段差とか、うん、ただ全体的な足回りの味付けかなりソフトなんで、うん、めちゃめちゃ乗り心地がいいです、うん、これ今これはエンジンとあれだけですからね、はい、スポーツで変わるから、スポーツプラス、ステアリングとエンジンと、はい、あと ESP の作動が、はいはい、スポーツになる、スポーツ、あ、全然アクセルの付きはいいです。ただどこまで行っても、うん、ラグジュアリーというか、うん、コンフォートというか、はい、ステアリングも若干重くなるんですかね、うん、はい、ただ本当にバネ割と柔らかい、うん、はい、芯はしっかりありますけど、うん、柔らかい感じなんで、ちょっとこの突き上げのブルンブルンっていうぐらいかな、うん、だからこれ場合によっては普通のラジアルにしたら、うん、もっとこう分かんなくなるぐらい乗り心地よくなりそうです、うん、でもそれこれあえて突き上げのブルンブルンって言ってますよね。そうでもないですか。言ってます言ってます言ってます、はい、普通の方が乗ったら、あ、全然気にならないと思います。気にならないですよね、はい、こういうとこ走る分に全然いいんですけど、さっきみたいなその道路のつなぎ目とか、ね、マンホールがこう出っ張ってたりすると、はいはい、やっぱりこう最初の硬さは多少感じます、うん、はい、ただ全体的には本当にラグジュアリー、うん、コンフォートなんでめっちゃ乗り心地いいです。そして車の出来が良すぎます。何ですかこれは。もう静粛性というかすごい静かじゃない。超静かっすよ、うん、ちょっと。そして風の巻き込みほとんどないんですよ。ない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 。結構今日風強いんですよ、はい、でオプションでこれが付いてるんですよね。これはそうです、はい、こいつが、はいはい、今動かしてますけど、これが付いてると付いてないでだいぶ巻き込みが違うと。今後ろのこれもね、はい、これも付けてるんで最大限風を巻き込まない状態。これはね、女性の方乗られてもね、はい、大丈夫ですね。もう座高マックスの僕が乗って、本当にわずかにここに風を感じるか感じないかぐらいです、はい、もうこの辺の風の巻き込み全く感じないです。全くないですね。そしてむしろ、すごい効く、はい、シートヒーターとこのエアスカーフで暑いぐらいです、暑いぐらいです、ね、だ今日結構寒いですけど、僕普通に T シャツで乗れますね、これ普通に乗れます。なんでその温度感って来たの、来たのと思ったの、本当に小島さんバリバリ長袖で、はい、ベストまで着てますけど、そうそうそう、はい、これが普通ですよ今。僕 T シャツで全然乗れますね、うん、これ、うん、そうね、ちょっと寒いのに屋根開けて走ってると、うん、なんかあんな頑張っちゃってみたいな感じしません、うんうん、いやね、それはオープンカーを乗った人はもうね、なんて言ったのかな、一番いい気候なんですよ、寒くてオープン開けるのって。そうですね、夏のオープンって日差しが暑くて乗れないんですよ。実際夏って乗れないんですよね。そうです、本当にね、冬のオープンとか夏の夜とか秋の夜とかも最高ですよ、うん、あとオープンカーも本当に全然車によってキャラクター違いません、うん、違う、風巻き込みすごいやつとか、うん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 、もうメルセデスのオープンって本当にクーペみたいに使えますよね。でね、本当になんて言ったらいいかな、やっぱりそのオープンカーってなんだろうな、 BM で言ったら8だったり、はい、まあ、4だったり、はい、Z4 だったりって、はい、やっぱりスポーツ寄りじゃないですか、はい、ラグジュアリーの
オープンって結構少ないと思うんですよね。あ、確かにそうかもしれないですね、うん、ね、ポルシェだったりね、はい、あれはボクサーだったりやっぱりスポーツ寄りじゃないですか、はい、そうですね、うん、いや本当に乗用車ライクに使える、うん、本当大人のオープンカーっていうのは、ね、そうですね。これ奥様が日常の足とか買い物とかでも最高じゃないですか、うんうん、いいよね、うん、全然ね、大家族じゃなければ全然成立しちゃいますよね。やっぱりそのいい200選ばれる方の層っていうのが、はいはい、多分今ね、うちで見て YouTube 見ていただいてるご年齢の方にストライクだと思うんですよね。ああ、うん、確かに、まあ、一番ねよく見ていら、はい、いただいてる年齢層の方で、はい、ある程度その車もそうだし2台目持ってたりとか、あとはそのまあ子育ても一段落してっていう方もいらっしゃったりするじゃないですか。だから別にクーペでもいいよなっていうところで、確かに子育て一段落した後にこれいいっすね。いいですね、これで奥さんと箱根とか行っても最高じゃないですか。いや最高っすね、それ最高ですよ。で助手席の私も乗り心地がもういいや申し分ないっすね、はい、これだったらだからこれを買われていじりたい方は買う前にいじってください。あこの良さを助手席の人は分かっていじっちゃったら、はいはい、あれってなるかもしれないですね。そうですね、失礼しました。タイヤホイール変えたいとか言って失礼しました。いやいや、はい、納車する前に変えて納車してそうですね、そうですね、そうですね、これ買ってきたんだっていう、そうですね、そうですね、そうしてもらった方がいいかもしれないですね、はい、そうですね、はい、それぐらいいいです、うん、乗り心地は、はい、ちょっと屋根閉めてみます、はい、だ20秒で開け閉めなんで全然信号待ちでさささっと、ね、はい、ね、最悪ちょっと動き出しちゃっても50キロまで行けるんで、はい、ただ車にとっては良くないんで、はい、まあ、基本的に停車中にやってもらう感じ、はい、ね、はい、でこれで今完了でございます。オープンのこのベンツのオープンの弱いところって前ホロ屋さんホロ張り替えてもらったことがあって、はい、ホロ屋さんに聞いたんですけど、ホロ自体やっぱ強いんですけど、はい、ホロの横、まあ後であれ見てますけど細いこう紐みたいなのがあるんですよ。そこがやっぱ切れちゃうみたいな、はい、ああなるほど、そこを切れちゃうと大変みたいなんで、はい、なるほど、まあ、補修とかもね全然できるん で、はい、でホロも壊れたとか、はい、水漏れしてるってほとんど聞かないので、で本当にすごく長く、ね、乗るんだったら手入れが必要っていう、そうそうそう、手入れが必要なんですけど、そういうレベルですよね、うん、だからそこら辺はまあそんなに気にせず、まあ、機械物なんで、ね、100% はないですけど、はい、ちょ、もう一周いいですか。いいですよ、どうぞ。これ珍しいな、いいなと思ってスッチ2周久々の、はい、はい、めっちゃいいっすね。いいんですよ、だから、はい、でこれ高速安定性もめちゃめちゃいいんで、いいんですよ。いやだからそのなんていうんですか、いつもあの紹介してる車ってやっぱりとんがってる車、はい、もちろんあるんですよ、はい、そうなんですよ。あのそれに比べたらやっぱりその派手さはないですけど、はい、なんかいつも AMG とか63とかばっかりだったじゃないですか。で比較的アリーナ店ってなんか彼らベースだったりとか、はい、ちょっとベースの車両を紹介させていただくことあったりするんですけど、はい、これもそのベース名車シリーズに入ってもいいと思いますよ。でとにかく屋根閉めると普通にクーペですね、これ。普通にクーペ、普通にクーペですね、うん、音全然しないです、ね、静かだし、うん、ビリビリ言わないし、言わないし、すごいんですよこれ、ビリビリ言わないことって。最近乗った某スーパーカーの屋根開き、ちょっと最近乗らせていただきましたけど、うんうんうん、多少ビリビリ言ってましたやっぱり、はいはいはい、もうそれはしょうがないですよね、はい、それは当たり前なんですけど、この静粛性は本当すごいんですよ。すごい、すごい、普通にクーペですね、はい、そして乗り味はもう本当に乗りやすい、はい、ハンドル軽いし、はいはい、もうステアリングのレスポンスもちょうどいいし、ブレーキ効くし、うん、ブレーキめっちゃ効きますよね。そうそうそう、だからそんなにパワーがなくて別にそのいいよとかで、本当に奥さん用でもいいんですよ。確かに、はあ、いいんです。あと S みたいな気使いがないんですよ、はい、あ S ってなんかもうでかすぎて、はいはいはい、おーおーっていう、はいはい、ただその代わり走ってる時の優雅さって言ったらないですけど、ちょっとこう狭いとこ走ると、はい、あ大丈夫かなみたいな感じ多少あるじゃないですか、はいはい、E までだったら全然ないですね、はい、だからそのやっぱり E クラスの中途半端さじゃねえのっていう意見が、はい、いやこれはちょうどいいかもしれないです。その中古車市場になって値段がある程度落ち着いてきて、はい、お買い得感が出てきたところで見直されてる部分があると思います。確かに、はい、もっとかぶり売れてもいいと思うんですけどね。でも新車がそんなに出てないんじゃないですか。あ、うん、だって新車でかぶり売れ買う人ってまあ結構少ないと思います。余裕がないと買えないですよね。まあ余裕もそうですし、うん、
いいな、今回の車いいっすね。いやレザーパッケージが何せいいっすよこれは外しちゃダメっすね。外しちゃダメだけど、はい、普通のいいあれがベーシック欲しいんでしょ。いやベーシック欲しいっす、うん、ベーシック探そうが難しいねちょっとバンパーもチープでかっこいいんですよね、はいはいはい、左右がつながってて、はいはいはい、ちょっと探してくださいあれ。え探してください。買うの？いよいよ買っちゃう。欲しいっす。いやでもないだろうな。ゴムペダル本当に買っちゃって、はい、買ってきちゃうよ。多分みんなびっくりされますよ。ステアリングの調整手動？嘘だろっつって、うん、E クラスでっつってですぐ消滅したんですよね、はいはい、そう。それは消滅しますね。消滅したっていうか、まあね、はい、注文がなければね、逆なんかメーカーもそう、逆にそのそういうベーシックの方が納期かかったりするもんね。ああ、オーダーですみたいな。そうオーダーですみたいな感じで。いや全然十分というか、良すぎます。E クラスベースが。乗っていただいてやっぱ値段落ちてないなっていうのは分かりますよね。はい、そうですね、うん。これは落ちないですね。車新しいし。うん、ちょうどだから2018年じゃないですか、うんうん、最初の車検3年過ぎた車がぼちぼちこう市場に出てきて、うんうん、今いい時期かもしれないです ね、 いいですね、中古で買うのに、うん、でそんなにこう距離飛んでる個体もないし、うんうん、今回のなんか6000キロでめちゃめちゃ距離安じゃないですか、うん、そうコンディションいいですしね。いいですいいです。シートがいいなやっぱり。あとはこの外装色と内装色が推奨なんですよね、はいはい、白黒かシルバー黒、はいはいはい、でも今最近もう一時期のその白黒サンルーフとかっていう鉄板がなくなったので、はいはい、シルバーでもやっぱりいいですよね。だからさっき言ったツッチーが言ったそのベースト車両としていじる、うん、例えばちょっとブラックアウトしてみたりとか、うんうんうん、ホイール入れてちょっとやってみたりとか、うん、ちょっといじるもうちょっと色気を出してもいいかなと思います、うんうんはい、ちょっと華やかさをもうちょっと追加しても、うん、ボンド流でいけばね。そうシルバーこう地味とまでいかないですけど、うん、そんなにこう冒険してるカラーじゃないじゃないです か、うん、だかせっかくのカブルールだから、うん、もうちょっとこうなんかもうちょっと華やかさプラスしていいかなと思ったんですけど、うんうんうん、でもそのなんていうのかなベース車両、うんまあ、ちょっとかっこよく言ってみたらキャンパスみたいな感じですね。キャンパスとしてはすごいいい素材ですよね、はい、ここから触っていただいても、うん、いろんな色をつけられる、はい、あと乗り方と世代によってはこの逆にこう目立たなさというか、うん、普通っぽさがそう、うん、いいっていうね、うん、ど真ん中かなっていう気がしました、うん、これだってうちの親とか乗ってたらめっちゃかっこいいっすよね、はい、かっこいいよね、はい、ただ残念ながら買ってあげるほどの会場はないんで、うん、そうこれ、はい、いいじゃないこれね、はい、親にプレゼント成功して、はい、若くして成功した方は、はい、これ乗りなよなっつって、はい、最高ですよ。最高だよ、ね、いやちょっとこの静粛性の高さにはびっくりしました、うん、これ C も実は乗らせていただいたことがあって、うんうんうん、あの43のカブリオレ乗らせていただいたんですよ、うんうんうん、全然違いますね。全然違うね。だからさっきだからまあ C、うんやっぱ違うね。違いますねこれは、うん、やっぱメルセデスさすがだなと思うね。さすがっすね。このやっぱグレードでちゃんと しっかり味付けが変わってるっていうのは。そうですね、うんまあ、もちろんその C の良さもありますよ、うん、あるあるある、はいね、ただ結構多分 C いやいやカブリオレちっちゃくていいでしょって言って C、うん、だけしか考えてなかった人も、うん、E 乗ったらこれ多分結構考えが変わると思います僕。そうね、うん、おいいじゃんっつって、うん少なくないと思います。そういう人ぜひこの動画を見た方は。そうですね、滑らかラグジュアリーな車を欲しいかな検討したいかなって方はぜひおすすめですね。いやいつもとんがった車のラインナップのボンド全体ですけど、はい、小島さんがなんでこの200のレザーパッケージを買ってきたのか分かりました。そうこれはいいっす。いやでもね本当に本当さっきの言った実体験でこの車いいなと思ったんで、はい、買ってきたんですけど、はいでもね、あれからやっぱ乗ると違いますよね車、うん、で市場で探してるんですよいいのがあればまた別の、はいはい、もうなかなか出てこないです。いやこれはいいですよ、うん、いやカブリオレ欲しいな。オープンカーいいですね、うん、これからの季節。そうですね。だって小島さんがずっとオープンカーオーナーでしたからね、うん、ね今なくなっちゃったからね。復活するんですよね。
いやもうそれするために頑張りますよ。あ、頑張りますよって言い方変だけど、まあちょっとね、僕もちょっとカブレオーナーにいつかなれるように、うん、はい、もう今回の動画はあの装備全く売れてないんですけど、うん、一言も全部ついてますでいいですかね。必要なものはね、はい、E クラスなんで全部ついてますっていう感じで、はいはいはい、安全装備もね、はい、カメラから ACC からサポート系全部ついてます、はい、ベンチレーションぐらいですよね。そうね、あえて言うならまあそうですね、ベンチレーションが、はい、屋根開けて涼しさを、はい、全開で、はい、感じていただければ、マッサージとベンチレーションぐらいですよね、はい、ベンチレーション欲しい方は400行っていただいて、はい、マッサージまで欲しい人はスクープ行っていただいて、はいはい、いやマッサージはね体感したらいいですけど、まあなくてもね、まあまあまあ、いやいい車だ。いやちょっと正直言っていいですか、うんうん、なんで200を買ってきたのかなっていうのは、うん、僕はあの下調べする前は若干思ったんです、うん、ただ調べてあの分かりました、うん、乗ってなおさら納得しました、うん、いい車です、はい、これはなかなかちょっとね、はい、食べず嫌いというか、そうですね、はい、触れてみないと分からないところと思います。小島さんがいつも言ってこれやっぱり乗るといいんだよっていう、はいはい、車乗ってなんぼなんだよっていうのをものすごく今日体感しました、はい、いや体感していただければ、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。これいいっすね。本当に静粛性がすごいんじゃない。いやだって普通にクーペじゃないですかこれ、うん、全然バタバタしないし、うん、ちょっとこれ高速走ってみたかったっすね、どのぐらいバタバタしないか、うん、全然しないで、ベンツすげえ、うん、すごいね、このグレードでこれ出せるからすごいんだよ ね、すげえっすね。よし、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけど、今回じゃあ僕の方から総評いいですか、はい、どうぞ、はい、ちょっとまとめてきたんで、はい、200と400の、はい、で最初の違いこれ何なんだと、うん、総評いくと、まあ、まず足回りが違う、はい、バネかエアサスか、はい、あと肉四駆の違い、はい、400当然フォーマチックですから、はい、四駆になります、はい、そしてあとはシートが400の方が豪華、うん、で200はオプションつければまあまあこう機能以外のものは近づくと、はいはい、あとエンジンの方が184馬力か400の333馬力か、はい、で直四か V6 か、はいはい、この違いでございます、はい、で新車価格で言うと大体オプションつけて、250万円60万円ぐらいの差です、はい、なんで、まあ、僕の買いとしては200のこのパッケージ付き、うん、まあ、今回ご紹介させていただいてるっていうのもありますけど、うん、これかなり買いなんじゃないかなと、はい、ただ中古車市場だと今すごく台数少ないんですね。少ないです、はい、なんで中にはこう400なのにすごく安い車とかも結構あるみたいなんで、うんうん、まあ、場合によってはこう思い切って400、うん、まあ、多少高くても選ぶのもありかなと、うん、ただちょっとカブリオレだといろいろこうちょっとこう考えるべきところあるじゃないですか。ボディカラー、屋根の色、内装の色、うん、内装の色も赤と黒のコンビとか、うん、ベージュと黒のコンビとかもあるんですよね。だそういうのを考えるとちょっとこう別のところにこう重点を置いて車探した方がいいのかなっていう気がしました、はい、だからまあ 今さっきも話したんです、市場でいくと値段がキープされたり上がったりしてるグレードなんですよ。なんでかなっていうのもあるんですけど、やっぱりその根強い人気だったり球数が少なかったりっていうのもあるんで、あの今までそのクーペだったり E のセダンだったり乗ってる方にぜひちょっと検討していただきたい車、そうですね、という感じで、まあ、総評はツッチーが言っちゃったんで私はちょっとぜひ装備のもので言うと、そう、カブレこれ見ててオープンカーって選択肢今までなかった方でもちょっとそうですね、見てもらいたいぐらい、そのなんていうんですか、全部がまとまってますし、うんうん、なおかつ非現実も味わえる車っていうところでお勧めしたいなと思います。ちょっとこう見方によってはその中途半端っていう見方になっちゃうかもしれないですけど、はいはい、僕はちょうどいいと思います、うん、こんな乗用車ライクに使える屋根が開く車ってあんまりないと思うんですよ。あんまりないですね。 S だと大きすぎるし、はいはい、C だとちょっとこう、はい、コンパクトすぎるし、はい、これビビッときた方はぜひ、はい、だちょっと今回、はい、比べるべきはあの C クラスのカブリオレだったかもしれないです、ね、はい、そういう商標で、はい、終わる感じですかね。そうですね、こっちはね、400、200の比較じゃなくて、はいはい、一応ベストはちょっと、はい、C 株と比較がちょっとベストだったかもしれない、はいはい、ちょっと次回以降、そういう機会があれば、はい、そんなのをご紹介させていただきたいと思います。というわけで今回はメルセデス・ベンツ E200 カブリオレスポーツ、こちらをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。